お疲れ様です。あ、すいません。どうも。ちょっと今すぐ行きますね。どうも、松田東大区前田剛輝です。皆さん、10話ご覧いただけたでしょうか。いつも言ってますけども、ご感想等は SNS でお待ちしております。今日なぜここの生田スタジオというところを入れての撮影かと言いますと、本日キラ対策室が最後でした。最後の日でございました、撮影が。なんでちょっとこう、通ったなーっていう思いも込めて、ちょっと今回はこちら生田スタジオの敬意を称しまして映させていただいております。それでは、最終話のあらすじをお話したいと思います。前回係長が自分でデスノートに名前を書きました。そしてキラ対策室はですね、メロがそのさゆちゃんの誘拐事件に関わっていると考え、ちょっと潜伏先を捜査いたします。で、潜伏先を結局突き止めまして、最終決着ですね。正義が勝つのか、はたまた、勝った方が正義なのか、原作と比較して、お楽しみいただければ嬉しいかなと思います。私松田の見どころで言いますと、クライマックスですかね。ライトを思い、思うがしかし感じのざっくりとした、見どころしか言えないんですけども、それは見ていただいて、楽しんでいただければ嬉しいです。そのクライマックスのシーンなんですけど、実はまだ撮影これからなんです。なんで僕もどうなるか分からないんですけど、それまでに今までのライト君への一方通行かもしれないですけど、思いをちょっと高ぶらして最終日臨みたいと思います。クランクアップ、したくないですねなんか一応終わっちゃうんであれですけども、徐々に今日もいろんな方がクランクアップされまして、なんかまだ実感がないんですけど、時間をしなきゃいけないなっていうことをちょっと思いつつ、今日は撮影を終えました。ちょっとそのクライマックスのシーンに向けて、気持ちを作って頑張りたいと思います。最終話の放送日は、9月13日、日本テレビさん、夜10時半からでございます。最終決着、ぜひお楽しみにしててください。じゃあラスト敬礼します。松田東大でございました。前田剛輝でした。